金丸正志公3月11日は、戦国時代の武田氏の家臣。公葉軍艦によれば、金丸筑前神の世の男で、兄に金丸正直を、土山勝つ秋山正仙、弟に土山勝根、金丸正直を、秋山近久,久がいる。海の国史によれば、なお、抵抗、正義とされるが、いずれも確認されない。武田信玄。 武田勝頼に侍大将として仕えた。紅葉軍艦によれば、長兄の平三郎は、永六三年九月以降に、武田の部下の悲観、落合彦助により殺害されたという時系の摩擦具は、土屋家に三兄の商船は、秋山家に養子となっていたため、筑前神の後を継いだ。父、筑前神は、元気二年八月八日に死去している。 天正十年三月の織田、徳川連合軍による武田良進行に際して、紅葉軍艦によれば、女六郎は弟の土屋正常と共に最後まで武田勝頼に付き従い、弟に先んじて天目山で戦死する。ここに土屋様之助正春があり、家康次男の結城秀康に仕え、越前を宇野城代として三万五千石を領する。土屋正春は、 慶長12年ルー4月11日に、秀康に準じたため、その子、土屋主伝中寺は五千国家動される。ありがとうございます。